ただいま電車が発車しました。白と赤のカラーリングが美しいこの電車、神戸電鉄です。神戸電鉄の駅であるこの駅は果たしてどこなんでしょうか。すごく有名な場所です。泥服チャンネル、皆さんこんにちは、泥服チャンネルです。今日は神戸電鉄有馬線有馬温泉駅界隈を紹介してみたいと思います。はい、ここは太閤橋の交差点ですけども、有馬温泉は兵庫県神戸市北区有野町にある、日本の三大古湯の温泉の一つです。温泉街は六甲山地の北側にあって、標高は350メートルから500メートルにあります。こうやって有馬川が流れているんですけども、ちょうどこの日は、桜が咲いていました。そうそう、これですね、桜、綺麗でした。で、川の方を見てみるとね、これ下側なんですけども、なんかすごく加工されてるんですよ。これも、別の場所からなんですけども、こうやってね、なんか、人が歩けるようになってるのかな。この時は工事をしている最中でした。川の幅を縮めてこういう遊歩道にするっていうのは最近あちこち見られますね。有馬温泉には数々の、温泉施設がたくさんあって、各旅館でこういう宣言を持っています。先ほどのところから少し歩くと、ねねの像というものがありました。この銅像の奥にあるのがねね橋という赤い欄干の橋です。ねねは、皆さんご存知の方も多いと思いますが、太閤秀吉の妻です。ねねは14歳の時に秀吉と結婚します。最後までねねは子供ができませんでした。秀吉は1598年にこの世を去るまで9回も湯治に訪れたと言われています。秀吉が同じ温泉に何度も、こうやって来るっていうのは異例中の異例ですが、子供をあやかりたいという願いがあったからだと思います。そういうこともあって有馬温泉は今でも子宝の湯として有名です。有馬温泉は、結構車と人とが交差するところがあるので注意が必要です。ここまでの足として、先ほどの神戸電鉄で来る手もあるんですけども、バスでも来ることができます。ここは阪急バスの乗り場になっているんですけども、大阪や京都などからも気軽に来ることができます。バスターミナルなんですけど、道がすごく狭いので、こうやってバックで、駐車するとか、結構不便そうです。ここは有馬玩具博物館です。この辺は、人がすごくたくさん歩いているところなんですけど、横にはこういう金の湯もあります。2002年12月に、もともとあった有馬温泉会館を改装して、この金の湯はできました。金泉と呼ばれる赤茶色に濁ったお湯がすごく有名で、強塩泉のため鉄分が酸化して独特な色をした温泉となっております。すごくアップダウンしたところがたくさんあるんですけども、ここも、結構階段がずっと急になってて、こういう状態で歩いて上がる感じになってますね。結構バリアフリーではないですね。こうやって、すれ違うのも結構狭い道なんで、ですけども、こうや
て上がってやっとの思いでこの上の段、ここからまた、ね、坂があるんですよ。ずっとね坂があるんですけども、はい、上まで上がるとね、先ほどの下の、観光スポットが立ち並んだところとは違って、すごくなんか穏やかな感じのところに来ました。少し歩くと御所浅間というところに到着しました。塩分濃度がすごく高い金泉がこの場所から取ることができます。塩素がたくさん含まれている温泉で、温度は 83.5 度あるそうです。お寺もたくさんあります。ここは温泉寺と呼ばれているお寺です。立派なお寺なんですけども、その横にももう一つ、今度はね極楽寺というお寺もありました。念仏寺の前には小さな枯山水があって、こういう行基菩薩の銅像もあります。こちらは金の湯です。先ほどの金の湯とは姉妹施設となっております。こちらは対照的に無色透明のお湯で、炭酸が入った炭酸泉となっております。少し歩くと炭酸泉源広場というこういう広場を見つけることができました。ここを覗くとなんと炭酸源が湧いているんです。すごいですよね。こうやってずっと絶え間なく湧いてるんです。炭酸源は飲むこともできます。炭酸がすごくきついので一気飲みとかはやめた方がいいそうです。低くなっている場所に井戸のようなものがあります。ここも、この炭酸泉源が湧いているところなんですけども、水温が 18.6 度とすごく低いので、全然ね暑いとかそういうものは全然感じないです。有馬温泉にはさまざまな旅館やホテルなどがあるんですけども、こういう漢方の宿のような宿泊施設もあります。歩き進んでいくと六甲有馬ロープウェイの有馬温泉駅に到着しました。正式には裏六甲線で、今表六甲線の方は休止中となっております。ここの有馬温泉駅と、山頂の六甲山頂駅とつないでいます。なんと2020年3月20日にリニューアルオープンされ、ゴンドラが新調されたり駅がリニューアルされたりしました。ちょうどね出発しているところだったんですけども、これが、新しくなった3代目のゴンドラです。なんとスイス製だそうです。映像からはちょっと分かりづらいと思うんですけども、赤色と金色のゴンドラがあるそうで、多分こちら側は金色の方だと思います。
ひっそりとニジマス釣りのこういう施設もあります。ここはすごく静かな場所ですね。なんとも高級そうなホテルとか旅館とかが、たくさんある場所です。ところどころにこうやって、たくさんお寺の方もあります。すごく趣のある場所ですね。すごく大きな立派な外観を持つ、多分これも旅館だったと思うんですけど、よく見るとね、多分ねこれもう閉館してるのかな、閉館した旅館なんですけども、すごく立派です。太鼓橋まで戻ってきました。ここにもバス乗り場があります。アリモンスはすごく便利ですよね。電車とかロープウェイとかバスとか、とても来やすい場所です。今回はアリモンスをぐるっと回ってみたんですけども、本当に素敵な場所でした。ドルフクチャンネルではこれからもいい場所を紹介していきたいと思います。皆様からのチャンネル登録、高評価、モチベーションが上がるので、皆さんぜひよろしくお願いします。以上、ドルフクチャンネルでした。